乃木坂46、5期生の菅原さつきが6月の MC を務める、文化放送、乃木坂46の、毎週日曜日午後6時0分から6時30分の初回が4日に放送され、3期生の久保しおりがゲスト出演した。菅原さつき、乃木坂46の、6月 MC、乃木坂46の、は、2013年4月に番組がスタートし、この4月で番組10周年を迎えました。週替わり出演の乃木坂46メンバーと共に、MC がトークを繰り広げている。菅原は番組冒頭で、すごく緊張している。お風呂場で、乃木坂46の、という冒頭の挨拶をほぼ毎日練習していました。4月、5月に MC を担当していた同期の伊尾木真央、小川綾の2人からは、進行することを考えずにのんびり話した方が良い、とアドバイスをもらいました、というエピソードを披露した。菅原さつき、久保しおりに質問また今回、久保がゲスト出演。菅原は、久保さんがいらっしゃると聞いて、安心感に包まれました。嬉しい、と話すと、久保は、私も嬉しい、と仲睦まじい様子を見せた。さらに、久保さんに聞きたいことを考えてきました、と切り出し、どうしたら久保のように上手な話ができるのか、どうしたら MC の際に平等に話を触れるのかなどを久保に質問。久保は、ただのおしゃべり、昔からただのおしゃべりなの。声を枯らすくらい喋っていたい、と明るく答えつつも、しっかりとコツを伝える姿も見せた。さらに、写真集を発売する久保の思いや、大河ドラマでの演技の話、東京ドームで開催したライブの裏話で大盛り上がりの30分となった。